重っ。くそ重いぞ、これ。2キロ。2キロぐらいあるね、これ。っていうか、この黒い土みたいなの何これ。これ最近でもらったんですね、この大根を。あ、大根じゃない。長芋。で、これを、野菜が結構あるんで、これだけではなく、他にも、野菜を結構もらったんですね。で、冷蔵庫がいっぱいすぎて、もうどうしようもないと。で、長芋もこんなに量まだあるんで食べきれないと。まあ、その野菜がどれぐらい持つかわかんないじゃん。なんつうの？その野菜がね。その保存方法とかにもよると思うんですけど、どれぐらい長持ちするかわかんないからね。どうやって、どうやってさ、食べたらいいのか、まあ、保存したらいいのか。すごい、すごいんですけど、これ。この黒い、黒いものは何これ？これをね、ちょっと待って。これ黒いのは何これ？これたまるんですけど、このあれに、ザルじゃないよ、なんだこれ。なんだっけ、この、なんつうの、これ。この網網に。これ何これ。まあ、土にしてはこんな黒いのかっていう。でね、この大根、長芋を、この大根、この長芋をですね、どうやってこの大量に、こう一人でってさ、そんな食えないよ。いくら好きでもね、いや好きなんですけど、食べるスピードよりも悪くなっていくスピードの方がやっぱ遅いじゃん。やっぱこんだけの量、これだけじゃないんですよ。まだあるんですよ、長芋が。これ以外にもあるんですよ。だからね、まあ、食っていくにはどうしようかっていうのをちょっとね、ちょっと人に相談すると、で、それは冷凍しろよって。冷凍できんのっていう。あ、冷凍できるぞと。普通にスーパーに冷凍で売ってるぞとか聞いて、あ、そうなんですかっていう話。これ聞いて、あ、そうなんやと。これ海から拾ってきたまな板です。使いやすい。洗ったらしよう。これをね、一つ聞いたのが、なんかバター焼きにしたらうまいぞみたいな、そのフライパンで焼いてバター醤油にしちゃうまいぞみたいなこと聞いて、はみたいな。山芋って焼くのみたいな。焼くっていう発想が全く俺の中でなかった。俺もうなんか山芋っ
と山芋はもう、なんつうの、山芋はするか、短冊で食うかっていうことしか俺の頭の中ないんですよ。だからこれもね、この焼いて食べると美味しいのかっていうの、美味しいのかどうかしない、その人が美味しいっつってるだけで、美味しいのかどうか分かんないけど、とりあえずこれ食っていかないとね、始まんないですよ、これ。このね、ちょっとプレッシャーあんま好きではない。なんか山芋はぬるぬるしてるから手が痒くなるよっては聞いてた。ていう発想まで。一回焼いてみようか。まずこの黒い何者か分かんない、何なんでしょうねこれ。これさ、あれなんじゃない、これただの土じゃないよね。これが土だとするとこんな黒い土、肥料が混ざった土かもしんないね。普通で、これを、切って、これで、もうこれだけでも美味しそうですよね。でも俺はこれを、これを、バターっつってたけどね。バターとさ、山芋って合うか？みたいな。合うか？バターと合うか？これ、これ、レモンに見えるでしょ。これ、ミカなんですよ。ミカらしいよ。って聞いた。で、これ大根切ったからね。
バターと山芋って合うか？微妙なんですけど。で、醤油、醤油、醤油。で、醤油とバターでいいっていう話を。どれぐらいね、やったのがいいのか、こう、焦げ目が、むしろこれ焦げ目がつくのか。まあ、もともとほら、なんていうの、水分含んでるわね。焦げがつくっていうことは、焦げ目がつくっていうことは、時間が、ね、乾燥してつく感じ、あ、ついてきた。バター醤油、あいつマジ？ネットで調べたら出るからみたいなこと言ってたけど、本当に調べてないんですよ。この今ね残ってるこの大根やこの山芋も今からすります。で、すって、まあそうやね、全部半分こう短冊系にして、今から食べる分の短冊系にして、残りを全部スロー。お、焦げました。焦げたっつうか、いい感じで。え？これ多分両面やれば。山芋の天ぷらは聞いたこと、天ぷらだったっけ？は聞いたことあるけどね。まあ、いろんな食べ方があるのかな？俺があまりにも知らなすぎるんでしょうね。多分、そういう。火を入れるっていうのもどうなんでしょうね。もう切っちゃうか。で、醤油を入れて焦げ目を出すか。食べてみよう。
美味しいです。美味しいけども、何かが足りないね。なんかもう一品何か入れるとなんていうの、味が固まるっつうか、何かが足りないね。何かが足りない。何かがわからない。でも美味しいです。美味しいけども、また食いたいかとかって思うと、別にって感じですね。ただもう一品何か、もう一品じゃ、鰹節とかね。かもしんない。鰹節と柚子胡椒ちょっととかね。鰹節と、シークワーサーをちょっと絞るとかね。なんかそういう系で味がガチッと固まるような気がする。何かが足りないね。美味しいですけどね。だから料理として一つとなると、なんか違うなと。なんか足りない。失礼。今日皆さん楽しい一日。安全な一日。1分1秒大切に、残り限られた人生を地球のためにたくさん使ってください。